安倍康スと申します。琉、えー、国大学の文学部の教授を務めております。そして去年までは名古屋大学の人文学研究科で25年間、えー、人文学の先端的研究をね、えー、推進しておりました。で今もまたあのそれをさらにあの大きな広がりの中での作り上げようというふうにあの志して活動しております。 私のちょうどあの比較的新しくですねあの出したあの本が、まあ、中世の日本の世界像、えーまああのえー、コスモロジーからあのさらにあのもっとミクロコスモスまで含めてですねあの扱ったものでこれは単にこの、まあ、文献だけではなくてあの、まあ、中世日本のこの,この,あの社会のさまざまな文化、えー、特に、まあ、芸能やあのとりわけ宗教に関わるんですね あのいろんなあの多様な文化の側面を、まあ、できるだけ広範に扱ってその中で特に、まあ、あの人間あのそれも、まあ、人間の場合の,あの、えーまあ、性によって分かれるあるいはこうあのそれによってこう結びついたりです,、ね、するそういうジェンダーの問題をあの中心に扱ったものとかあるいは、まあ、人間の,この,あの、まあ、身体から発する声のような、えー、メディアですね に関わるる文化といいうものやあるいは神話です、ね、この古代の神話だけではなくて中世にも生きて現在にまで月外というようなこの神話の世界も含めたそうした中世の日本人が作り上げてきたメンタリティに関わる多様な側面をトータルに捉えようとそれでその一番大きなフィールドが文学作品でもあるというそういう立場からアプローチ。

体系というものを中世の日本人がどのように認識していたかというその認識の在り方というものをそうしたさまざまなレベルの作品それもすごくたくさんの異相があって宗教儀礼のような側面からあるいは説話物語のような例えば端的に言うと絵巻物ですね。 この絵巻があの実は中世のそういう世界像を一番この端的にあのイメージとしてそれも物語を伴った豊かな表現媒体として作り上げているものでそこにさっきお話したようなジェンダーとかあるいは声や身体ですねそしてそれが芸能を通してこの現れる非常に豊かな文化のさまざまな局面が大変見事に集約されて まままとまってて表されていますのでそれをどう読み解くかということが、まあ、私,どもの私にとっては大変大きなあのもうミッションというかあの研究課題になったわけなんですね。絵巻を一つあの選ぶというのなら、まあ、私は間違いなくですね「あの四季三縁技絵巻」と。 というまああの平安末期に作られた素晴らしい絵巻なんですがえこれをまあその代表としてまあ取り上げたいと思っているんですがこの絵巻にはああのまあ、そうした今お話したさまざまな中世のあの人間たちのこの世界観やあの人間のイメージがあの豊かにですね表されていてしかも最後にそのあの中世日本の世界の代表するようなあるいはその根源 となるような巨大なですね、あのコスモスのシンボルである東大寺の大仏ですね、この大仏が登場して、その大仏の下で一人の悲傷な人間、それも女性なんですが、それが、まあ、あの大仏と直接コンタクトを取る、夢の中でですね、あのコミュニケーションを取って、そこであのさんに導かれるという、まあ、あの大変印象的な大団円を迎える。 縁起絵巻の成立については、まあ、いろんな説があってあのさまざまに分かれているんですが今あの最も代表的なあの考えでは後白河院という王様がですねあの、えー、自らの,そのコレクションを蓮華王院三十三元堂の,あの宝蔵に収めるためにあの作られたいくつかの絵巻の一つではなかったか。 と考えられているんですけれどもでもその,あの絵巻コレクションというのは単にその王様の,この個人的な権威をあのえ表彰するだけではなくて国家にとって最も重要な東大寺大仏というですねもうあの本当にこう日本の仏教国家としてのアイデンティティを世界的に示す。 それはもちろん法蔵の宝物として大事にされたわけですけれども同時にまた広く民衆に開かれたもともとのお話自体がそういう民衆的な基盤から作られた伝承であったわけですからそれを今度は絵巻というメディアに作ることによってですね恐、まあ、らくもうくあ空前絶望の,あの画期的なあの絵巻として生み出されたとそんなふうに僕は考えてる。 ちょうどカ白インの時代の前後の奇跡的な絵巻というのはあの、えーそあのえー、一つの大きな特徴は絵そのものだけでもです、ね、十分にこう物語る力を持っているんですね。それをまたあの、えーまあ、王族をはじめとしてさまざまな人々に見せる。 後白河院は源頼朝に見せようとした頼朝はそれを断ったっていう有名なエピソードがあって絵巻自体が一つのこのまあ権力 のあのいわば、あのせめぎ合いの中で使われる大変効果的な。あのいわばツールであったと、おそらく。えー、そこで、この市議さんのこの物語というものを、あの図像化する。あの、えー、いわゆる絵物語って、私は読んでるんですが。この絵物語のこの力によってですね。それを、あの、えー、メディアとして、えー、結晶化。するという仕事は、あの、おそらく当時の、まあ、あの、えー、王権にとってのですね。 大変なな効果的なデモンストレーションであの、えー、それをあの、えー、直接あの目にしなくてもその存在があの何らかの形でこうあのいわば共有されているそんなあの、えー、絵巻を通した文化共同体みたいなものがです、ね、成り立った可能性があるとそんなふうに僕はイメージしているんですね。 ゴシラカワインという人自体が「用人師匠」という作品でもわかるように民衆のそういう芸能やあのまあ女性を含めたさまざまな人々のこの,あの身体やあの彼らがあの芸能を通して作り上げる文化と非常に親密な関係を取り結んでいた王様だったわけですけれども遊女遊びや区靴といったようなあのまあ民衆芸能者それも非常に特殊な位置にある芸能者たちですよね。 それ以外でも後白河には猿学ですとか巫女高謎それから赤金細工といったような職人まで含めてですねあの本当に広い階層の人々と交流しながらあの彼の,、まああの一方で、えー、仏教信仰とそれから、まあ、世俗のこの,あの王権の支配とこの両方をこう統合しようとその時のおそらく土台基盤となっていたのがそういう民衆のいわゆる職人 えと呼ばれるような芸能者だったわけですねでこれはあの一方で中世史の網野義彦先生の研究がいわゆる実用性やなんかの国家体系の,あの仕組みの中からはみ出たその,あの非農業民的な人々というものの力こそがあの日本の天皇制王権のまあ根拠というかあの根底にあるんだという非常に斬新なの斬新な。 あの歴史観をあの提示しましたけれども、まあ、それをある意味で大変見事に体現しているのがゴシラカワインだったと思うんですねその伝統はそのゴシラカワインで終わったわけではなくてやはりその絵巻絵で表す文化とともにずっと中世まで継承されてでその時に重要なのが あのえー、鎌倉初期に作られた倒木員「東北院職人歌合わせてこれもやっぱり絵であの職人の姿を表したそして彼らに歌を読ませるその歌でもってその王権を支える職人たちの芸能の豊かな文化 というもので、それはもう、あの、実は王権の王族の、あの、最も、あの、ゴージャスな遊びの所産なんですね。職人たちが実際に歌を詠んだわけではなくて、王が職人になり代わって、そういう歌を読んで楽しんで遊んで、しかもそれは絵によって彼らの姿が、あの、幾分か滑稽に、あの、ああ楽しく表されている。 天皇が主催する大規模な歌合わせというのはまさに王権のですね和歌を通した共同体を作り上げて上に王様が君臨するっていうことで見事にそういう秩序国家のこのシステムに沿ったものとして現れているわけですけど同時にまたその歌合わせの この遊びとしての側面というのはそれあのただこうあの、えー、型を分かつだけではなくてそしてそれをあのまたあの読む人々もあの単なる専門家人やあの、えー、貴族たちのメンバーシップの中だけではなくてそれ以外のあるいはあのさっきの職人歌合わせのようにあのそういう歌とは一見関係のないようなあ,のあらゆる人々が、まあ、そのあの歌を読んだという形で。 硬くしてフィクションとしてそういう歌を読むあらゆるものどもを作り出してそれによって歌を読ませた遊びが一つの世界を作るだから単純なピラミッド上のシステムではなくて中世のさまざまな得体の知れないものを形にしてまとめていくそういうシステムとして歌合わせっていうのが機能した可能性があってそれこそが実は絵に。 なる。僕はもともとは美術史で特にあのさっき最初お話した「四さん園芸巻の」のそういう面白さに気づいたのは実は一つの共同研究があの80年代1980年代にあ,のありましてこれは「日本の女性と仏教」っていうあの研究会だったんですね。 サマーセミナーの形でさまざ、あ、まな分野の若手の研究者があの集まってそれであの、まあ、女性をテーマにしてこの仏教の問題を全部こう一から考え直そうっていうその,あの研究会の中でこの「あの新三園芸巻」の話をですね大人にやっていたら誰もやっぱり読めてない分かってないって <laughs> そういうふうに思ったのでぜひこれは私があのちゃんと読まなければならないと、えー、そういうふうに 思ってチャレンジしたのがきっかけになっていますからそういう共同研究の場しかも専門領域を超えた本当に自由なですね出会いというかこれがテキストに取り組むということの大きな動機になってます。